インド国際映画祭は1952年から開催しているインドの映画祭。アジアで最も重要な映画祭の一つとされている。ゴア州の西海岸で毎年開催され、世界各国の映画の芸術性、卓越性を公開するためのプラットフォームの役割を果たすことを目的としており、各国の映画文化をその国の社会的、文化的な流れを理解し、 評価することに貢献している。映画祭は、映画祭事務局とゴア州政府が共同で主催している。第1回イフィーは、映画局が主催して、ムンバイで開催され、インド初代首相ジャワハルラールネルーが講演している。映画祭は1952年1月24日から2月1日まで開催され、その後は、マドラス、デリー、コルカタ、ティルバナンタプラムでも開催されるようになった。 1> 第1回イフィーでは、コンペティション部門はなく、アメリカ合衆国など23カ国の長編映画40本と、短編映画100本が出品された。インド映画からは、放浪者、パサラ・バイロビ、アマール・ベポーリー、ボブラが出品され、海外の映画では、自転車・泥棒、ミラノの奇跡、無防備都市、雪割りう、ザ・ダンシング・フリーズ、ザ・リバー、ベルリン・陥落などが出品された。 イフィは、インド映画産業が、第二次世界大戦後に膨大な海外映画に触れる、最初の機会となった。1965年の、第3回インド国際映画祭で初めて、コンペティション部門が設立され、1975年に、非コンペティション部門、フィルマジーブ部門が設立され、コルカタで開催された。後に、フィルマジーブ部門はイフィに統合された。第3回イフィでは、 サタジットレイが映画祭委員長を務め、国際映画制作者連盟から A カテゴリーに分類された。これにより、イフィは、カンヌ国際映画祭などと同格のコンペティティブ、長編映画祭に位置づけられるようになった。2004年以降からは、開催地が5ア州に固定され、毎年11月12月に開催されるようになった。 最優秀作品賞最優秀作品賞2013年のインド映画100周年を記念して100周年記念賞とインディアンフィルムパーソナリティオブザイヤーが創設された。後者の賞は毎年選出され映画制作を通してインド映画界に顕著な貢献を果たした人物に贈られる。受賞者には銀弱メダル、賞賞、賞金100万ルーピーが副賞として贈られる。 ありがとうございます。